けコッティ。あったあった。エイコッティです。はーい。皆様こんにちは。今日は何をするのかと言いました。シーン。疲れた。シーンね、大量に服を購入いたしました。定期ですね。定期企画です。最近皆様気づきましたか？ Teeth Jewelry。 見て、 Teeth Jewelry 作ったの。どうかな。結構ね、つけすぎちゃってちょっとギラギラになったんですけれども、 Teeth Jewelry をつけたわけなんですよ。っていうことは派手派手になりたいならこの動画見なって感じで、もう本当に派手になれるような服をたくさん購入いたしました。きっと3万円分ぐらいかな。3万分ぐらい購入いたしました。はい、今回は。そして私ヒートテックということで、今回はね、服ばっかだよ。服買おうと思って服ばっかり購入いたしました。ちょっと早速紹介していきますね。こちらじゃーん。服買おうと思って服ばっかり購入いたしました。服じゃないんだけど。見て、こうなるんですよ。どうですか？ほら、キラ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 になれるんです。なんで可愛いなと思って購入いたしました。はい、次。なにこれ。あ、え、これちょっと待って、楽しみだった。見てこれ、靴。ちょっと可愛くない？このね、もっこもこのでっけえ靴。こちらあったんですよ。私、前シーン見てた時に欲しいなと思ったけど、もう売り切れてて、ちょっと履いてみていい？え、可愛くない？ちょうどでーす。じゃーん、こんな感じ。結構さ、アニメ靴って感じじゃない？でかくて。ちな、これスリッパとしても使えそうな感じなんだけど、どうしよう。うちはまあ靴として使いますね。かわいい、こんな感じ。ちょっと待って、あの、見せ方がわかんないんですけど、靴のさ、広告とかじゃなくない？こういう感じの。靴でーす。どう？かわいくない？でも、雨の日に履いたら終わるね、この靴。なんかスリッパみたいだね。スリッパじゃないよね。スリッパみたいだけど。ま、外履きの靴で使いますね。何これ。あ、これだ。これも買いましたね。ティースジュエリーのジュエリーです。次のやつにつけようと思って買ってました。こんな感じでハートの、見えないか。でも今もついてるよね。今もここハートなんです、若干。ちょっとわかるかな。ちょっと、あ、ズームしますね。こここれハートなの。これこれよりちょっと大きいかもしれない。次ねえ、服はって思ってる。もう分かった。落ち着いてください。お願いします。行きます。じゃーん。珍しくない？うちがこういう服買うの。ちょっと着てみていい？はいはいはい、こういう感じですね。え、可愛らしいんじゃないかしら。ちな、多分 L サイズを買ったと思うんですけど、なんかうちこういう服、え、ちょっと珍しくない？でもね、最近こういう服を着たくて、なんかかっこいいみたいな、イエーみたいな、ちょっと服を欲しくって、ストリートスナップじゃなくてストリートファッション、そういうセレクトショップみたいなあるじゃない、そことかによく行って、アンノーンとか、ニードラスはポケモンか、ニードラスあれ、なんだっけ、ニードルス、蝶々のついたブランドね。アンノーンの服は一着持ってるんだけれども、そういう感じのストリートファッションのブランドの服を最近はよく見漁ってます。ちょっと買ってます。高いのであんま買えないですけれども、でも可愛らしいのがあったので、ちょっとシーンで買っちゃいました。これ多分1000円もしないかなかなって感じですね。はい、次。これもだ。こんな感じ。かわいい。バンド T シャツみたい。ちょっとこれも着ますね。かわいいんじゃない？こんな感じ。結構かわいいかもしれないわ。これになんかさ、キャミソールみたいな、ベストみたいな、こうちょっと合わせてもかわいらしいんじゃないかなと思うんだけど、多分買った。ちょっと待ってね。チャンネル登録してね。こういうの、こういう感じのキャミソールとかを合わせたりしても可愛いんじゃないかなと思って購入いたしました。え、可愛くない？ちょっと一回着てみていい？ちょっとタグがついてるんですけど、一回この方の着ちゃうと、あの、こんな感じ。まあ
まあって感じですね。合わせない方がいいかもしれない。ごめんなさい。間違えた。でも合わせても可愛いかな。この下にスカートとか履いちゃえば可愛いかもしれないです。はい。次。何これ。スカート？クソ短いスカート届いたんだけど。後で履いてみて全身でまたみんなに見せるね。これもなんかバカみたいなスカートが届きました。可愛いです。ちょっとこれも後で着ます。これは？あ、これはあれだ。同じ類です。これと。一回着ていい？これ多分これ。合うんじゃない？はい、こんな感じですね。どうでしょうか？なんて言ったらいいの？うちちょっと今までと違う系統に挑戦したいなと思って、こういう感じのちょっとダークな感じのラブリー女子みたいな感じをやりたくて、こういうのを買ってみたんですけど、これもちな購入してましたね。この雨パイツ、このスカートはまあまあな短さでお尻が若干見えちゃうって感じなんですけれども、これはこれでいいんじゃないんでしょうか。一応これズボンついてるので、そういう見せパンみたいなのは履かなくても、多分これがついてるので、このスカートはこれで合ってます。もう一個買ったの、最後の一個、これも合ってますね。何買ったっけ、うち。え、何これ。え、プーチュだ、プーチュ。めっちゃ可愛くない？ちょっと待って、めっちゃ可愛くない？でもさ、なんかすごい身長高くなりそう。あ、ちょうどです。これ今うちの身長ね。これ履いたらこうなります。え、この服装にめっちゃ合う気する。ちょっと両方書きます。うわ、どうしたら見せれる、これ。こんな感じです。わかるかな。今回購入した中で私のお気に入りのコーデはこれです。じゃん、こちらですね。このコーデ私気に入っておりますね。これスカートさ、こっちバージョンでどうなんだろう。これはもっとやばいかな。歩いてたら即バレするね、これ。なんかすごく目立ってる。こんな感じでこっち履いてもまあ可愛いよね。こんな感じです。やばい。はい、ということで私のこの動画が参考になっているかどうかは分かりませんが、もし派手になりたい女子の方がいらっしゃったら、こういう感じのファッション、こういうキャミソールを合わせてみるっていうファッションもしてみてはいかがなのかなと思い、私はこちらの動画を撮りました。みんなもよかったら真似してみてね。ということで、今日も動画見てくれてありがとう。来週も見てね。高評価、チャンネル登録、コメント、毎日チャンネルでコメントもお願いします。次の動画も見てね。あれ言ったっけ、さっき。じゃあねばー。髪は女の命。1,2,3 Yeah!